どうもこんにちはです。さとちゃんの青空コンサート、今日は暑いね。今日私のアップルウォッチからまたシリーズ3です。今度の16日に来ます。私のシリーズ6ね、 GPS プラスセルラー、楽しみだな。だから私のアップルウォッチで10月12日14時37分月曜日晴れね。アップルウォッチで一番便利だなと思ってるのはね、まず曲がこの中に入って Bluetooth へ飛ばしてこう自分で演奏できるのね。それもいいんだけどもね、一番便利なのはね、レコーダーっていうアプリ。レコーダーだから使い方は爆演奏を e スピーカーで鳴らしてね、このアップルウォッチのレコーダーってほら赤い、丸いさ、アイコンあるでしょ、あれで撮っちゃうの。まず録音ね、そんでその吹きたいところ部分だけボリューム下げるの、ビーッと。そんでこっから思い切って吹き手になっちゃうときはグーッと上げるの。ちょっとバック演奏はこのアップルウェイツのレコーダーの中に入るからね。このレコーダーの使い方がね一番簡単だからね。あともう一つ紹介、はい、私が何回も言うようにね、これアップルウォッチじゃねえよ、エアポッツのね、エアポッツがどうしても落っこっちゃうから、これね、エアポッツプロでも落っこっちゃうんだよ。だからこれ私作ったの、これほらほらほら、ね、こう作ってさ、こうやってカチャッと入る、これ考え出すのに3年かかったからね、3年。これでね、こっからが問題なの。これは私暇でしょ、ほら定年退職してさ、暇でなんかねえかな。だからこれを作ろうって、これいっぱい作っちゃったんだよ、これこんなにあるんだ、これこんなにあります、ほら、で全部これね、これマグネットつけときました。ここ裏ピタッとくるようにね、マグネット付き。これのいいところはこの紐なんだよね、紐があるから落としても行方不明にならないのね。それでこの紐が嫌だなと思う人に対してもこれ作ったの、これほらこれね、ほらこれ磁石でしょ、これ一般だよ、私これほら いっぱい作ったんだよな、友達にあげたいぐらい。私これ本格的にきれいに作ってさ、メリカリで売りたい。だってこのタイプっていうのはないもん、ないの。で、これがアップルエアポッツプロでしょ、これほらこれここ外してこれこう置いといてさ、このエアポッツプロもね落ちるんだよね、どっか行方不明になっちゃうんだよ、これこうつけてこうやってピッと叩けばいいのね。そうすると大丈夫だから、
これを考えるのに3年かかった。3年。これこの作り方は私の頭の中に入ってます。全部こうね、こう、とりあえず今日は AirPods Pro は使わない。 AirPods Pro も使わないし、 これも使わない。これ使わないときはここに置いておきますね。コピー。 AirPods Pro も使いません。これもさ、そう、こう開けてさ、ここにこうカチャッとはめて、これ充電器だってさ、あ、それでね、私ほら、あの昔のさ、ウォークマン時代のスピーカーってあるんだよね。ウォークマン時代の。あれがものすごい音いいんだよ。ソニーの E808 ってやつとか、これね。これもこう、これピャッとこうくっつくのに、ちっちゃい磁石をくっつけてしてた、これね。これ。これをね、あの Windows でまずあのほらマイクロストアでドルビーを買って、あともう一つ音源 DTSX ってやつ買ってごらん。 DTS ってやつ2300円ぐらいだからね。それをインストールしてね、あのオーディオのとこからこう変更できるから、ドルビにしますか DTS にしますか。 DTS にしてこのレシーバーでただ単なるこれで Bluetooth 4.2 だよこれ。まあ直結してもいいんだけども、これのほらこれ Bluetooth なのね。これがね、これがご機嫌に音いいんだよな。やっぱ昔の、ソニーの人は大したもんだわ、これ。あの、安く売ってるあの、ほら、ハートオフなんかあるでしょ？あそこ行って、ソニーのほら、こっちが長いの、ここが短いの。それを買ってごらん。音がすごくいいから。でここにこれボッコつけといて、ね、使わないときはこうやって登場式する、ほらこう、例えばね、これがあれです。これが大工の登場式。これが私が発明したものです。本当にこれ音いいよ。1000円ぐらいで買えるから、あのウォークマン時代の名機だから、これね。多分ね、アップルもこれを真似してると思うね。うん、私の耳には狂いはない。今日もバックの賛成、バックの賛成なんだけどさ、今日で2日目ね、2日目。
でね、2日目、はい、渡したきます、しかしさ、これ メディカルでさ、一本いくらで売れると思う？1000円ぐらい？1000円だったら売れると思うよ。だってエアポッツなくすよりはさ、これつけといた方がいいもん。で、AirPods Pro でも使えるからいいのね、これね。うん。ほんで外してまた充電しておけばいいのね。このゴム式はめんどくさいんだよね、これね。本当に。以上でした。これがほらセリアで売っているバンドね。これを使ってトランペット吹きましょう。トランペットの音はね、背筋から出すから。この下っ腹じゃないからね、背筋、後ろ。重心は後ろ。ほんで要するに十字を上げのスタイルか。じゃ十字を上げのスタイルで、ちょっと膝を曲げてラッパーを振ろう。そうするとパワーがストーンっていくから。ね。そのことが分かってねえんだよね。いや、私も分かんねえんだけどね。うん。というわけで帰ります。バイバイ。